お疲れ様ですマンゴー通貨に限らずどんなものでも売れれば売れるほどそれは市場で物流が減っていってですね欲しい人が増えるわけですから供給が減少していってそして需要が拡大するこのバランスで販売価格というのを高くすることができるんですよねで逆に、えー、供給が多いんだけども需要があんまりない場合は値引きしないと売れなくなっちゃうんですよね、まあ、つまり売れずに苦労するってことになりますけども 集客ですごくね苦労される方っていうのは、まあ、知らせるっていう行動ですか多くの人に知っていただくまあこれは集客と本当に一緒なんですけども、まあ、例えば一つの商品があって体のエダーでもいいんですけどもその商品があってですねそれを周りの人に聞いてみて知られていなければこれはまあ売れにくいってことになりますよね結局自分がいて商品がいてそしてお客様商品を買う人がいるわけですから 知らせることをまずしなければならないんですよね。まあ、そのためには、自分が今関わってる人にまず知っていただくことが大事になってきます。まあ、次はですね、まあ、自分の知らない人に知っていただくっていう意味で、現在はインターネットを使って多くの方に知らせることができるんですよね。体の間がなんでね、価格を上げていったかというと、やっぱり多くの方に知られていたからなんでしょうね。で、知られていて、それが可能性があるなっていうふうな、 これからも多くのニーズがあるんではなかろうかというふうに多くの人に期待を抱かせたからだと思うんですよ。考えてみたらプレセールの時っていうのは0.2円で販売されてました。それでも多くの動員をしてその将来性を語ってエビデンスをどんどんね積み上げていかなければなかなか売れなかったと思うんですよ。で、おかげさまでプレセールで買った人っていうのは非常に限られていたんですけどもその代わり知られていないんで0.2円という価格でした。でそして上場すると より多くの方に知っていただくことになりますから後で知った方がね購入するそして値上がりしたこと上場が成功したことを知ってもともと知っていた人が後追いで買うっていう流れが起きて価格が1円を超えて2円になり5円になり10円になりそしていろいろあって現在の価格に達したんじゃないかなと思うんですよさあそして大事なのはですねここからなんですけどもこれ全ての商品に入れることなんですけども知られていないってことは売り上げが立たないってことなんですよね だから知らせる活動、広報活動、つまりこれが集客になるわけですけども、これをしていきましょうということになります。集客で苦労している場合、現在では SNS でいろんなところに知らせることができます。まあ少なくともね、私とつながっている方が何か商品が売れなくて困っている場合、その商品が告知されてるページを私が知らない程度だと、それはまだまだ全然知られてないってことになりますので、 少なくとも私と直接つながっているようでしたら、私にですね、商品を紹介しているページを、ここでもここでもここでも紹介しますよっていうふうにお知らせいただくといいのかなと思います。で、現在、残念ながら、販売店で出してるっていうのはね、その店舗の相当な集客力がないと売れていかないんですよね。まあ、ですんで、現状で販売数が伸びずに困っているようでしたら、販売店に依存するのは、これはもうちょっと考えものかなっていうふうに思っていただくと、 よろしいんではないんななかと思います、えー、とにかくね今インターネット上でどのぐらい拡散できるかっていうことが勝負になってきますので店舗で知らせていくっていうのは結構ね、うん、二次的三次的な告知になりますのできついのかなっていう感じがしますね以前はそれしか方法がなかったんでそれでよかったんですけども現在はより多くの方にあっという間に情報が伝わるインターネットがあります SNS がありますのでこちらの方で知らせていくのが大事かなと思います是非、えー、ね YouTube ですとか、Twitter ですとか、それからブログ、Facebook などを活用して、どんどん知らせる活動をしていただければと思います。えー、そして、知らせている場所がありましたら、私も紹介できるかもしれませんので、リンクをどんどん送ってください。えー、それでは、今回は以上でございます。お疲れ様です。